皆さんこんにちは。こんにちは。ドラマ CD デュエル鈴本蘭子役小野咲です。木月つつじ役白畑一穂です。浦田クララ役加陽光です。はい、ということで今収録が終わったんですけれども、うん、はい、どうでした？いやざっくり私はもう声優のお仕事が初めてだったんですけど、はい、あの原作ただのスポコンフェンシング漫画じゃないじゃないですか。そうですね。結構キャラクターがみんなドロドロしてたりとか、うん、すごいキャラクターが深いので、うん、すごい読み込んで大変でした。それがそうですよね、うん、結構なんか内情のところとかすごいね、楽しく見させていただいて、はい、どうでした？そうですね、私も今回初めてドラマ CD に出させていただいたの初めてだったんですけれども、はい、そのクララはっていうかデュエルの作品が、はい、戦闘シーンが多かったりとか で、うん、そうですね、大丈夫かなってすごい心配だったんですけど、はい、でも間近で見れたじゃないですか。そっちの方がすごくなんて言うんですかね、嬉しくて、はい、一ファンとしてすごく嬉しいっていう気持ちになっちゃいました。やりながら。そうですよね、はい、なんか結構試合中とかドラマ CD なのにこうすごい息遣いを大切にしてる作品ってなかなかそうないので、すごく私も聞いてて耳が幸せだなと思いながらね、一緒に励んでおりました。はい、ということでご自身のキャラクターを演じてみてはいかがでした？もう私はもうランゼ様みたいな、もうランゼ様シュキシュキマンだったんで、はい、もうでもすごい楽しく演じられました。すごいかっこいいキャラクターだったので、ちょっと楽しみにしていてほしいです。はい、私もランゼ様じゃないんですけど、ランゼさんっていう、なんて言うんですかね、その感じ、はい、ランゼさんのシミュレーション通りでしたよみたいな。そう、もうランゼさんシュキシュキ高校なんですよ、ここはもう。そう、ランゼ様主義ですから。嬉しい。はい、ランゼさんにこうどう食い込んでいこうみたいな、どう絡みたいっていう感じで喋ってました。あー、よかったです。どうでしたランゼさん？私もですね、なんかなんだろう、ランゼさんって結構自信家なところだったりとか、うん、結構ねツンデレなところだったりとか、うん、本当は素直じゃないんだけど、すごいいい子なんだなっていうのを台本読みながら感じたりとかして、うんうん、その部分が少しでもお芝居でいい感じに出させていただけてたら嬉しいなと思います。うん、はい、ということで告知をしたいと思います。はい、まずですね、2017年10月28日土曜日にゲーマーズ全店にてドラマ CD が発売になります。10月28日、11月4日、12月24日のクリスマスイブにもイベントが決まっています。楽しみにしててください。はい、詳しくは公式ツイッターをチェックしていただきたいんですけれども、そのツイッターがですね、@デュエル_CD でお願いします。言えた、ぜひ言えた、ぜひツイッターフォローをお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで鈴本蘭子役小野咲と木月つつじ役白畑一穂と浦田クララ役加陽光でした。あ、噛んじゃったというわけでドラマ CD デュエルどうぞよろしくお願いします。